起きてるなら行きたいって感じでしょ。光待ちですいません、もう一回ちょっと俺一個動くわ、じゃないとね見えないわ。イクミレディです。オッケ人がスノーボードをしてるけど楽しいとか自由だとか共通意識があるから誰と滑っても楽しいし、いろんな個人の色を感じながら自分も色を出したいって思えるし、そういうところがセッションのいいところかな。自分の記憶にもないくらい小さい時から始めてたから、新しい世界に行ってみたいなって思って選手引退するのを決めて、未知の世界に突っ込んでいく感じ、でもその一本で決めなきゃいけないっていうワクワク感とかもあって、ドキドキしながら滑ってます。スノーボード通してこういろんな場所に行ったり人に会ったり、まあ、そういうのも含めて本当に幸せな乗り物であって、すごいいい遊びだなと思ってます。積み重ねてこうこれをやりたいってこう考えた時にそれができた瞬間とか、それが一番嬉しい瞬間かな。4歳からやってきて家族と始めて、今はこう仲間とスノーボードするようになって、かけがえのないものかなと思ってます。奥の方に山脈が見えて、街がこうポツンと見えて、自分たちしかいないみたいな、そういう景色、こういうところをなんか僕のじゃあ友達たちが滑ったらどんなライディングするんだろうとか、今それをこう一緒にやれたらいいなっていうのはありますね。その場所で一緒に遊びたい、それぞれのラインで、それぞれの思いとかスピード感で。10 4 3